大内春餅天文12年5月7日は、須尾山口の戦国大名。たたらせ大内氏当主、大内義孝の養子氏。実父は、土佐中村、土佐一条氏の一条坊府湯。期日によっては一条坊家の四男で、坊府湯の弟と記すものもある。母は、坊府湯の側室であった、大内義孝の姉。没後、養父の幕府への働きかけで。 将軍家から一時が追蔵され、義母となった。陽明は太郎。元服して一条を必殺し持ちと称し、大内家の養子となると同時に、足利義春から返旗を賜って、大内春持ち、新助を名乗った。母方のおじにあたる大内義高に、まだ男子がなかったため、三歳にしてその養子となる。顔形が美しく、文具にひいでわや還元。 けまりといった雅な教養にも明るく、公家の名門一条家の血筋もあってなのか吉高に、可愛がられた。天文9年1月、父吉高が、豊富口経由で、秋に出陣するが晴れ持ちも同行する。天文10年3月に、秋に到着し、5月5日には、五福島でやぶさめを観覧する。天文10年11月、出雲の天骨ねひさが没すると、 天文11年1月に晴れ持ちは、吉高と共に、出雲に出陣し、天文12年3月に、天子春久が老上する合算と打浄を表したが、水戸や工夫、本城上皇らの寝返りで、大内軍は、総崩れとなった。その結果、5月7日に晴れ持ちは、吉高と共に、出雲大軍出雲裏へと落ち延びる。 ここで晴れ持と吉高は別々のルートで、周王に退却することになった。天子軍の追撃は激しく、大内家臣の福島玄三郎地下広、宇田や四郎たちが防ぎ戦し、その間に晴れ持は乗船した。しかし、水中から船に乗り込もうとした兵を、戦場の人が竿で払い落とそうとしたため、船はバランスを崩して転覆、晴れ持は溺死した。去年二十歳だった。 晴れ持の死後、吉高は幕府に働きかけて、将軍家の通事である、木の字を賜り、義母としてとった。このため、後世の経図には義母とも記されている。また、その死を哀れんだ人が晴れ持を舎に祭り、島根県松江市東出雲町伊やに、大内権限として残っている。日付イコール旧歴参考、経図参用。ありがとうございます。